平成23年2011年3月11日に日本を襲った東日本大震災は宮城県にかつてない被害をもたらしました国土地理院によりますと津波による宮城県の浸水面積はおよそ327平方キロメートルに及んでいます災害観測史上最大の1万551人の死者を出し いまだに1236人の方が行方不明のままです住宅被害は前回が82,999棟半壊は155,131棟に及びました被害総額は周長2,258億円を超える莫大な数字となっています平成25年度までの復旧期に引き続き最盛期の前半にあたる 平成26年度、27年度も復旧・復興へ向けた懸命の努力が続けられました東日本大震災、気仙沼市の被災状況を確認しましょうまず浸水域です気仙沼市ではおよそ18平方キロメートルが浸水しています人的被害は死者が1,214人 行方不明者220人住宅被害は8483棟が全壊半壊は2571棟気仙沼市は大きな被害を受けています平成26年度、27年度に行われた復興事業をご紹介しましょうまず防災集団移転事業です 平成26年度27年度には団地の引き渡しを行っています2年間で整理区画数910区画のうち854区画分の引き渡しを行いました平成23年度から始まった引き渡しは27年度までにほとんどが完了しています残りの15区画についても整備が進められています 災害公営住宅整備事業が進められています気仙沼市内28地区35箇所におよそ2100戸の整備が進められていますこれまで住んでいたコミュニティの維持を目的に多くの地区で防災集団移転団地との併設が図られましたはじかみ保育所整備事業が行われました はじかみ保育所は震災直後から岩月保育所・旧最地保育所に移転して保育を行ってきました新施設が完成し平成26年4月から入所が開始されています応急仮設住宅等での高齢者見守り事業が進められています 気仙沼市内三地区と岩手県一ノ関市にサポートセンターが設置され社会福祉士と生活相談員などによる支援チームが配置されましたセンターでは応急仮設住宅入居者の見守り総合相談交流活動の支援が行われています漁港災害復旧事業が行われています気仙沼市では 三十八の漁港すべてが被災しました。平成二十九年度の完成を目指して。漁港施設海岸保全施設の復旧工事が行われています。平成二十七年度までに十九の漁港で復旧が完了しました。気仙沼市魚市場整備事業が行われています。北日本最高位の水揚げを目標に。 気仙沼市魚市場の整備が進められています整備される新施設は密閉型低温売り場を備えた高度衛生管理対応型の魚市場として水産業の復興と活性化の中心的な役割を担っています海の市が再建されました気仙沼を象徴する観光スポット海の市が再建されました 平成26年7月にリニューアルオープン気仙沼の観光拠点施設として賑わい創出、雇用の創出、地元企業の販路拡大が図られています防災教育の充実が図られています気仙沼市ではさまざまな防災教育が行われてきました平成26年度には防災学習シートを作成しています 平成27年度には、防災担当主管教諭研修会議を立ち上げ、防災主任研修会の運営と防災主任の育成が図られました。また、平成28年1月に開催された気仙沼市防災フォーラムでは、東北大学災害科学国際研究所の研究者をはじめ、NPO、自主防災組織関係者、市内の高校生・中学生も交えて、 パネルディスカッションが行われました防災教育を通して子どもたちそして教員の防災減災意識の向上が図られています南三陸町の被災状況を確認しましょうまず浸水域です南三陸町ではおよそ10平方キロメートルが浸水しています 人的被害は死者が六百二十人、行方不明者二百十二人。住宅被害は三千百四十三棟が全壊。半壊が百七十八棟。南三陸町でも大きな被害を受けています。平成二十六年度、二十七年度に行われた復興事業をご紹介しましょう。まず。 防災集団移転促進事業です。防災集団移転促進事業によって。平成二十七年三月までの間に。十八地区。二十四団地。五百七十二区画が完成しています。なりわいの場所は様々であっても、住まいは高台に。これが南三陸町土地利用の基本原則です。宅地を高台に配置し、住宅を再建し。 安心して暮らせるまちづくりを目指しています。移転候補地、土地取得を含む合意形成、移転先での新たなコミュニティの形成などが課題となっています。次にご紹介するのは、災害公営住宅整備事業です。災害公営住宅は、平成27年3月までの間に、 5つの地区で244個が完成しています。目的は、自立再建が難しい町民を対象に、高台など安全な場所に住居を早期に確保することです。早期完成・完成後の維持・管理、入居者の減少が課題となっています。公立静川病院建設整備事業が完了しています。 平成27年10月のことでした震災前の公立静川病院の機能維持を前提に地域医療の復興を目指すことがこの事業の目的です課題となったのは施設を整備した後の医師の招聘でした医師不足は現在も継続したままです事業の成果としては医療・保健・福祉が連携する南三陸病院 そして総合ケアセンターも南三陸町に完成し住民の長距離通院が解消されました安全快適な環境で子どもたちの健全な保育を行うこと地域における子育て支援機能の充実を図ること被災した保育所 放課後児童クラブを安全な高台に移転することこれらを目的とし子育て支援センターの整備各施設の集約子育て施設の複合化が戸倉と宇多津の2つの地区で行われました課題となったのは移転整備費の確保災害復旧費の確保支援体制を充実させるための人材の確保でした。 保育所の体制見直し、保育士の新規採用などで、これらの課題は解消しています。現在、戸倉地区子育て拠点施設の利用者は32人、宇多津地区子育て拠点施設の利用者は66人に達しています。平成27年9月には、小森酒付加場が整備されました。 小森酒付加場整備の目的は、震災で被災した付加場の再建です。南三陸の水産業を支える白酒の稚魚、1000万尾以上を放流することで、安定した白酒の漁獲高の確保が図られています。さらに、最新設備が導入され、飼育する際の水の安定供給、事業の効率化、労働力の軽減が図られました。 石巻市の被災状況を見ていきましょうまず浸水域です石巻市ではおよそ73平方キロメートルが浸水しています人的被害は死者が3549人行方不明者は425人住宅被害は全壊が2039棟半壊は13048棟に及びました 石巻市でも大きな被害を受けています平成26年度、27年度に行われた復興事業をご紹介しましょうまず土地区画整備事業です防災集団移転先として宅地などの整備が行われている6つの地区合同の町開きが行われました 石巻市では震災により被災した住民の集団移転のため市内6地区で新市街地を形成する土地区画整理事業を進めています。平成26年6月に全地区が着工し11月には新蛇田地区新綿野葉地区の2つの地区で石巻市で初めての宅地引き渡しを行いました。 平成27年度末の時点で宅地の供給がある5つの地区合計で計画個数1401個に対し748個を供給しています土地区画整備事業など防災集団移転先の宅地整備に伴い復興公営住宅整備が進められています平成26年度から平成27年度にかけては 復興公営住宅の整備が本格化しました。半島部では戸建てタイプを整備。市街地では一部の戸建てタイプ。そして集合住宅タイプが整備されています。石巻市水産物地方卸売市場石巻売り場の整備事業が行われました。 石巻市水産物地方卸売市場石巻売り場は震災によって全壊しています平成26年8月に東東と中央東の一部を徴用開始しました平成27年9月には全東の徴用を再開しています新しい大市場の特徴は高度衛生管理方式を導入し海外マーケットも視野に入れた 安全・安心な水産物を提供することにあります第26回石巻大量祭りが開催されました平成27年10月に魚市場全面再開後初めての第26回石巻大量祭りが行われましたこのイベントは 市場の一部供用開始に合わせて平成26年度から会場を魚市場に戻して開催しています避難所等機能整備事業の一環として津波避難タワーが整備されています津波の際に一時避難場所となる津波避難タワーの設置が進められました津波避難タワーには 居室部と屋上におよそ200人が避難することができ、飲料水・食料の備蓄があるほか、太陽光発電による電力確保も可能です。平成28年3月までに4か所の津波避難タワーが設置されました。JR 東日本西関線、西関東北ラインが開通しました。 平成27年5月、一部区間が普通となっていた仙石線が全線で運行を再開しています。また新たに東北本線と仙石線を経由し仙台駅と石巻駅を結ぶ仙石東北ラインが開業しました。当日の開通イベントにはおよそ1万人の方々が訪れました。平成28年3月には JR 仙石線 陸前赤井駅と蛇田駅の間に石巻歩見野駅が開業しています新蛇田・新蛇田南地区の土地区画整理事業による周辺人口の増加を想定した新駅開業です石巻市立桜坂高等学校が開校しました津波で大きな被害を受けた石巻市立女子商業高等学校と 石巻市立女子高等学校が統合して発足しています平成27年4月に開校した桜坂高等学校は宮城県内の公立高校としては唯一の女子校です女川町の被災状況を見ていきましょうまず浸水域です 女川町ではおよそ3平方キロメートルが浸水人的被害は死者が613人行方不明者は259人住宅被害は2924棟が全壊半壊は349棟に及びました女川町でも大きな被害を受けています 平成26年27年度に取り組まれた主な事業です小永川町では小永川駅と駅前商店街を中心としたシンボル空間整備事業が推進されています平成27年3月に小永川復興町開き2015春が開催され小永川駅と小永川温泉ゆぽっぽが開業しています JR 石巻線の早期再開を目指す尾長駅舎の建設と町民の健康増進、そして観光振興を担う温泉施設の整備が行われました。海猫が羽ばたく様子をイメージした大屋根が特徴の駅舎と温泉施設が一体となった施設です。この建物は世界的に著名な建築家、バン・シゲルさんが設計しました。 尾長町の新しいシンボルともいえる施設の誕生です。次にご紹介するのは、尾長町町中交流館整備事業です。平成27年12月に駅前商業エリアが開業しました。コンパクトな中心市街地を造成し、公民連携による街づくりで、 町のにぎわいと経済活力を生み出すことが目的です尾長町町中交流館は町民の交流活動を推進し地域活力の向上と活性化を図るにぎわい交流拠点となっています平成27年6月には尾長水産業体験館アガインステーションが開業しました アガインステーションは尾長の水産業を復活させ商品の魅力を高めるブランディング活動を行う施設です水産業を肌で感じ体験してもらおうという狙いがあります平成27年3月には尾長はフューチャーセンターカマスが開業しました カマスは町道内外から人々が集う交流拠点となる共有オフィスです。女川町の課題や目指す未来について議論し考える。フィーチャーセッションなどさまざまなイベントが開催されています。またカマスは女川町で企業や創業を考える方たちを支援する機能も備えています。平成二十七年六月には。 尾長町地方卸売市場東にさばき場が完成しました尾長町地方卸売市場東にさばき場は漁獲物の鮮度を保持するための施設です町の基幹産業の早期復興に向けて工期縮小や製品化による現場の省力化が図られました施設の特徴となっている十八メートルの大きな視差しの上屋は 日射や雨といった自然現象から漁獲物を保護しています東松島市の被災状況を見てみましょうまず浸水域です東松島市ではおよそ37平方キロメートルが浸水しています人的被害は死者が1,129人行方不明者 二十三人。住宅被害は前回が五千五百十八棟。半壊は五千五百六十棟に及びました。東松島市でも大きな被害を受けています。平成二十六年度、二十七年度に取り組まれた主な復興事業をご紹介しましょう。災害公営住宅の入居が開始されました。 募集16地区のうちご覧の5地区254個の災害公営住宅の入居が開始されています平成26年4月のことでした東松島市では初めての入居となっています被災住民が待ちわびた入居となりましたディスカバリーセンターが開館しました 平成26年7月ディスカバリーセンターが開館しましたセンターには日本初となるアメリカ海洋大気庁が開発した科学地球儀が展示されています子どもたちに夢と希望を抱き前へ進んでほしいという願いが込められ設置されました事業主体となったのは株式会社橋本道路です 馬のひずめ展望デッキが完成しています馬のひずめ展望デッキが設置されたのは集団移転用地として整備中の伸びる北部丘陵団地に隣接した復興の森ですこの施設は標高65メートルの高さから新たな東松島市の街並みを見渡すことができます平成26年10月に完成しました 事業主体となったのはアファンの森財団です。東松島一新スリーテイズが開催されました。このイベントは平成26年12月5日から3日間にわたって開催されました。内閣府などが主催する第四回環境未来都市構想推進国際フォーラムが市内で開催されるのに合わせたイベントです。 あの日を忘れずともに未来へをテーマに、東日本大震災からの復興、そして安心・安全で持続可能なまちづくりの取り組みを世界に発信しました。JR 東日本戦績線が全線で復旧を完了しました。四年二ヶ月にわたり一部不通になっていた JR 東日本戦績線が全線で復旧しました。 復旧に伴い津波で破壊された伸びる駅が北部丘陵の高台に移転しています平成27年5月には伸びる駅で開業式典が行われ伸びる復興大庫が披露されました松島町の被災状況を確認していきましょうまず浸水域です 松島町ではおよそ2平方キロメートルが浸水しています人的被害は死者が7人住宅被害は221棟が全壊半壊は1785棟に及びました近隣の沿岸自治体が大規模な津波被害を受ける中松島湾の島々に助けられ松島町は壊滅的な被害を免れています また震災の当日に松島を訪れていた観光客も全員が無事でしたしかし地震や津波に伴う家屋の倒壊や浸水ライフラインの遮断など大きな被害を受けています平成26年度、27年度に取り組まれた主な復興事業をご紹介しましょうまず 災害公営住宅の建設です平成26年度には花園地区災害公営住宅9棟17戸美英農家地区災害公営住宅14棟23戸が完成していますさらに平成27年度美英農家地区に7棟12戸が建築されています 地域コミュニティのつながりに配慮した住環境を備え、松島の景観を損なわない落ち着いた外観となっています。都市公園事業が進められています。松島地区では平成25年度から都市公園事業が進められてきました。平成26年度には基本設計と実施設計が行われ。 平成27年2月に着工しました。遊具や植栽はもちろん、防災機能を持った公園の整備が行われています。事業の完了は平成29年度が予定されています。下水道対策が行われています。下水道対策の一環としてポンプ場の整備が行われています。 事業は平成三十一年度完了をめどに進められています。漁港施設の整備が進められています。松島町では県と町が管理する磯崎漁港、古浦漁港、名古屋漁港、銭上漁港、高木漁港、すべての漁港が被災してしまいました。 平成28年度までに被災した漁港施設の復旧を目指して整備が進められています災害に備えて避難所の整備が行われました鉄骨による2階建ての永田避難所は有事の際に避難者220人を受け入れることができます白萩避難所も鉄骨による2階建てです 220人を受け入れることができます高台に建設されたフルーラ避難所は鉄骨の1階建てです65人を受け入れることが可能ですリフ町の被災状況を確認しましょうまず浸水域ですリフ町ではおよそ0.5平方キロメートルが浸水しています 人的被害は死者が2人住宅被害は56棟が全壊半壊は901棟に及びました陸上は海に面したエリアが狭かったため他の沿岸地域に比べ被害規模が小さかったといえますしかし沿岸部の浜田地区須賀地区では漁業施設の損壊や養殖業で大きな被害を受けています 平成26年度、27年度に取り組まれた主な復興事業をご紹介しましょう。まず、災害公営住宅の建設です。利府駅付近に12棟25個の災害公営住宅整備が平成26年度に完了しました。この住宅は利府町以外からの居住者も受け入れています。 住宅の屋根を屋根貸し事業事業者に貸し付け太陽光パネルが設置されました災害時に居住者に電気を供給することになっていますかさ上げ工事・漁港の整備が行われています被害の大きかった浜田地区・須賀地区では漁港の白地春節事業が完了漁港施設のかさ上げ工事 さらに防潮堤の整備など漁港機能向上のための整備が始まっています震災を機に防災行政無線が設置されました新たに防災行政無線をリフ町内に設置しました親局1箇所、中継局1箇所、そして子局82箇所さらに個別受信機が設置されています この防災無線の設置によって情報が町内全域に行き渡るようになりました。浜田地区避難施設整備事業が行われました。木造平屋建て面積百三十二平方メートルの避難施設が設置されました。この事業は平成二十七年に完了しています。 浜田地区防災備蓄倉庫事業が行われました。面積50平方メートルの備蓄倉庫が設置されました。平成27年に完了しています。浜田地区避難場所整備事業が始まっています。避難場所が3カ所整備される予定です。 一つは避難施設と防災備蓄倉庫が整備された避難場所です。面積は千五百八十四平方メートルあります。もう一つは舗装された百七十平方メートルの平場です。三つ目の避難場所も舗装された二百二十平方メートルの平場になっています。浜田地区避難路整備事業も始まりました。 道路延長は918メートル、幅6メートルの避難路が整備されますこの道路は海側の国道45号線と内陸部を結びますちょうど須賀中倉線整備事業が行われています道路延長は長さ690メートル、幅9.5メートルとなっています この道路は、海側の須賀地区と内陸部を結びます。浜田地区下水道事業が行われました。雨水の水路改修工事は長さ537メートル、汚水管移設は長さ235メートルとなっています。 塩釜市の被災状況を確認しましょうまず浸水域です塩釜市ではおよそ6平方キロメートルが浸水人的被害は死者が42人住宅被害は672棟が全壊半壊は3278棟に及びました平成26年度、27年度に取り組まれた 主な復興事業をご紹介しましょう災害公営住宅の建設が行われています松島湾内に点在する桂島、野々島、三沢島、峰島からなる浦戸地区では全島で家屋の半数が流出損壊という大きな被害を受けています 浦都地区では高齢化率が5割を超えるなど住宅の自力再建が難しいと予想されていました塩川市ではこうした市民のために浦都地区をはじめ9つの地区で390世帯の災害公営住宅の建設が計画されています平成27年度までに110世帯の住宅が完成しました 残りの住宅も平成28年度中には完成の予定です。浦戸地区では平成27年度までに全世帯が完成、漁業関連施設の復旧・整備が急ピッチで進められています。基盤整備事業が進められています。安心・安全なまちづくりを目指して、被災した地域を中心に、 宅地整備、道路整備、雨水・下水処理施設の整備など各種基盤整備事業が進められています区画整理事業、都市機能整備事業が行われています安心・安全なまちづくりの実現に向け都市機能向上のための各種基盤整備事業が進められています 北浜地区被災地害地復興土地区画整理事業、藤倉地区被災地害地復興土地区画整理事業、港町二丁目地区下水道事業、腰の浦地区下水道事業などです。産業復興の取り組みも行われています。まず、塩釜市の基幹産業、水産業の要となる魚市場の再建です。 大きな浸水被害は受けなかったものの、施設の老朽化、地震による岸壁の破損など、ダメージは少なくありませんでした。魚市場の再建は、水産庁基準に則っ,った高度な衛生環境の実現を目指しました。そして、塩釜港の玄関口としてふさわしく住民にも親しまれ、安心感を持たれるランドマークとなる施設整備が行われています。 荷捌き所となる東島、その保管施設となる中央島、そして南島などの整備が行われましたさらに水産加工業施設への支援事業も行われています津波復興拠点整備事業も行われています旅客ターミナルビルマリンゲート塩釜には 年間100万人規模の観光客が訪れています港町地区には津波の際に避難できる高台がありませんでしたそこでマリンゲート塩川に周辺住民や観光客が一時的に避難する避難デッキと津波防災拠点施設が計画されています避難デッキは長さ372メートル幅4メートル 大型商業施設イオンタウン塩釜とマリンゲート塩釜を結びます合わせてマリンゲート塩釜東側に設置予定の津波防災拠点施設工事も進められています多賀城市の被災状況を確認しましょうまず浸水域です 多賀城市ではおよそ六平方キロメートルが浸水しています。人的被害は死者が二百十九人。住宅被害は全壊が千七百四十六棟。半壊は三千七百三十棟に及びました。多賀城市でも大きな被害を受けています。平成二十六年度、二十七年度に取り組まれた主な復興事業です。 まず災害公営住宅整備事業です。多賀城市では四つの災害公営住宅のうち、三つが完成しています。桜木地区災害公営住宅百六十個。新井田地区災害公営住宅四十八個。鶴ヶ谷地区災害公営住宅二百七十四個。これらの三つの災害公営住宅は。 いずれも平成27年度までに完成していますそして宮内地区災害公営住宅50戸は平成28年12月に完成しますそして復興土地区画整理事業ですこの事業の目的は安心して現地再建を行うための安全で良好な市街地の整備です 建物全壊率が100%近い宮内地区において復興土地区画整理事業が行われています津波復興拠点三未来多賀城復興団地の整備が行われました津波復興拠点三未来多賀城復興団地の整備は産業の復興と災害時の復興拠点を作ろうという新たな取り組みです多賀城市では 市民への食料や備蓄品などを供給する防災減災拠点機能の強化を進めています支援物資などを受け入れ避難所に配送する機能を持たせました企業誘致については食料品製造業を中心に計9社と立地協定が結ばれうち3社が竣工していますまたこの団地には消防署も設置の予定です 市街地再開発事業への取り組みです JR 仙石線多賀城駅を高架にする工事が行われました事業主体となったのは宮城県ですこの事業は平成26年度に完了しました再開発ビル2棟と立体駐車場も建設されています多賀城駅周辺地区8.2ヘクタールの 土地区画整理事業によるインフラ整備も行われました区画整理事業に合わせて多賀城駅周辺シンボル施設の建設が行われています A 棟は多賀城市立図書館を中心に商業施設が併設された施設です B 棟はサービス付き高齢者向け住宅、デイサービスセンター、子育て支援施設などで構成されています 市棟は5階建ての市営有料立体駐車場です。さらに、緊急避難道路整備として、清水沢多賀城線、笠上八幡線の用地買収や工事が開始されています。多賀城市では、防災副読本資料集の制作・配布、活用を行い、防災意識の向上を図っています。 防災副読本資料集は電子データとして DVD に収録小学生の低学年、中学年、高学年、そして中学生ごとにメニューを用意し学校での活用を意識した作りになっています防災副読本資料集が完成したのは平成28年3月のことでした防災減災への取り組みです 多賀城市では防潮堤防潮壁防潮林の整備が行われていますその目的は居住地の津波水深を2メートル未満にし津波による漂流物を捕捉して被害の軽減を図ることにありますこの事業の主体となったのは宮城県です七ヶ浜町の被災状況を確認しましょう まず浸水域です七ヶ浜町ではおよそ5平方キロメートルが浸水人的被害は死者が79人行方不明者が2人住宅被害は674棟が全壊半壊は650棟に及びました平成26年度、27年度に取り組まれた主な復興事業です 最初にご紹介するのは、防災集団移転促進事業です。七ヶ浜町が掲げた復興のテーマは、自然との調和により人間らしく、生き快適で住みやすい町づくりです。コミュニティに配慮した地域復興を念頭に置きながら、町民が引き続き七ヶ浜町に住み続けることを最優先に事業が行われました。 高台住宅団地が整備された防災集団移転促進事業では。ご覧の五つの地区で百九十四個の集団移転が行われています。高台住宅の整備は平成二十七年三月に完了しました。災害公営住宅整備事業が進められました。七ヶ浜町ではご覧の五つの地区で。 二百十二個が建設されました。この事業は平成二十七年十二月に完了しています。被災市街地復興と地区画整理事業も行われています。七ヶ浜町ではご覧の四つの地区で百七十一区画の造成が進められています。 第一次産業の分野で行われた取り組みをご紹介しましょう七ヶ浜町が掲げた産業復興のテーマは七ヶ浜町の特徴を生かした産業の活性化です一次産業の復興は町づくりの核の一つともいえる重要な意味を持っています水産業の分野では平成二十四年度にのり生産共同利用施設 二十六年度には、のり共同加工処理施設を完成させています。宮城県漁協七ヶ浜町水産振興センターは、平成二十五年度に完成しています。農業の分野でも、ミニライスセンター共同乾燥調整施設が、平成二十六年度に完成しました。また、農地の区画整理事業も推進されています。 さらに七ヶ浜町では水産物農産物の六次産業化を進めるなど一時産業の手こ入れを行ってきました。教育施設の整備が行われています。七ヶ浜町では被災した七ヶ浜中学校の整備を行いました。この事業は平成27年3月に完了しています。 最後に防災減災への取り組みをご紹介しましょう津波に強いまちづくりが当面の課題となりました七ヶ浜町では障害学習センター内の防災拠点施設の整備を平成27年11月に完了地区避難所全8カ所の整備は平成27年11月に完了しました 津波防災緑地となる都市公園5カ所の整備が始まっています。また、障害防備保安林となる3カ所の地産整備も行われています。この事業の主体となったのは宮城県です。さらに七ヶ浜町では地区広場の造成も始まっています。仙台市の被災状況を確認しましょう。 まず浸水域です仙台市ではおよそ52平方キロメートルが浸水しています人的被害は死者が923人行方不明者27人住宅被害は全壊が3万34棟半壊は10万9609棟に及びました仙台市でも大きな被害を受けています 平成26年度、27年度に取り組まれた主な事業です仙台市が住まいの再建に向けて行った主な事業からご紹介しましょう東部沿岸地域からの防災集団移転については平成26年度までに全13地区の移転先の造成工事が完了しました 復興公営住宅についても供給が進められていますまた大規模な地滑りなどの被害のあった内陸給料部では公共事業による被災宅地の復旧が行われています生活再建推進プログラムによる支援が進められてきました仮設住宅入居世帯の生活再建に向け実施されてきたプログラムです その後、仮設住宅の供与期間の終了を見据え、生活再建加速プログラムに改定し、伴走型の民間賃貸住宅の入居支援など移行支援策が強化されました。末永く安心して住むことができる住宅への転居と、暮らしの再建を図ることが目的です。仙台市内被災者への仮設住宅供与が平成28年3月から順次終了します。 徴用期間内の生活再建に向けきめ細かな支援が進められました平成27年7月に仙台海の森水族館がオープンしました仙台海の森水族館は学校教育や障害学習にも活用される高い公共性を備えていますまた広域的な集客力による 地域経済活性化への貢献が期待されています農地農業用施設の復旧が行われています農地のがれき撤去・除塩・復旧が完了し営農が再開されました補助整備については平成30年度の工事完了を目指して整備が進められています 仙台市地下鉄東西線が開業しました地下鉄東西線は仙台市の東部太平洋側に位置する荒井駅から中心部の仙台駅を経由し八木山動物公園駅までを26分で結ぶ新たな鉄道路線です沿線地域の活性化に大きな期待が寄せられています 南鴨浄化センターでは復旧が進められています南鴨浄化センターは仙台市内から排出されるおよそ7割の汚水を処理する施設です津波により壊滅的な被害を受け震災の翌年から新しい水処理施設の建設が始まりました平成27年11月には一部の運転が再開されています南鴨浄化センターは 災害に備えて7メートル以上かさ上げされ太陽光発電や小水力発電が整備されるなど防災性や環境性に優れる新しい施設に生まれ変わります第三回国連防災世界会議が開催されました平成27年3月に開催された会議には185カ国の政府代表 38の国際機関そして188の NGO など合わせて 6, 人以上が参加しています会議では2030年までの国際的な防災の取り組み指針「仙台防災枠組」と防災に対する各国の政治的コミットメントを示した「仙台宣言」が採択されました。 名取市の被災状況を確認しましょうまず浸水域です名取市ではおよそ27平方キロメートルが浸水しています人的被害は死者が954人行方不明者は39人住宅被害は全壊が2801棟半壊は1129棟となっています 名取市でも大きな被害を受けています平成26年度、27年度に取り組まれた主な事業です平成27年10月に三田園北団地で町開きが行われました式典には住民およそ300人が参加新しい町の誕生を祝いました 三田園北団地は、名取市下松田地区などで被災した方たちの防災集団移転先です。海岸から3キロ離れた農地6.5ヘクタールを2メートル盛りとして造成しました。三田園北団地には、下松田の4つの地区と百合上地区住民の一部が移転しています。防災集団移転の70個分の宅地、 復興公営小建て住宅四十二個、集合住宅五十個からなる新たな地域です。揺り上げ地区に慰霊碑が建立されました。慰霊碑建立には震災の犠牲者を忍び、その記憶を将来の世代まで伝えようという目的があります。慰霊碑のデザインは。 震災で犠牲になった人たちが天に昇っていくイメージそして震災を克服し復興に向けた決意を新たにする気持ちを表現したものです水産加工団地が造成されています水産加工団地はゆりあげ魚市場の近くにある4.7ヘクタールの土地を造成して完成しました 一期分の3.2ヘクタールには地元特産の赤貝やコーナゴ、鮭などを加工する名取市の3つの会社が進出そして福島県相馬市の2社、浪江町の1社合わせて6つの会社が進出しています二期分の1.5ヘクタールには名取市と仙台市、多賀城市の3つの会社が新たに進出する予定になっています 被災市街地復興土地区画整理事業が行われています。この事業は津波により大きく被災した。閖上地区をかさ上げしようというものです。まず海岸沿いに海抜七点二メートルの第一次防御ラインを設けます。次に内陸側に海抜五メートルの道路堤防を第二次防御ラインとして整備します。さらに。 土地区画整理事業区域56.8ヘクタールのうち事業区域の東端から県道塩川渡り線までの32ヘクタールを海抜5メートルまで傘上げします傘上げした区域には一般住宅用地防災集団移転促進事業の移転先団地そして復興公営住宅を整備します平成29年秋をめどに 完成した宅地を順次引き渡しの予定ですまた復興公営住宅も完成した造成地から順次着工の予定です岩沼市の被災状況を確認しましょうまず浸水域です岩沼市ではおよそ29平方キロメートルが浸水人的被害は 死者が百八十六人、行方不明者は一人、住宅被害は全壊が七百三十六棟、半壊は千六百六棟に及びました。岩沼市でも大きな被害を受けています。平成二十六年度、二十七年度に取り組まれた主な事業です。 集団移転・復興住宅事業を見てみましょう。岩沼市の玉浦西地区は、東日本大震災の被災地で最も早く集団移転先の造成を始めた地域として知られています。平成26年4月には宅地の引き渡しが完了しました。また、災害公営住宅も完成し、平成27年2月から順次入居が開始されています。 二十七年の七月には、玉浦西町開きが行われました。沿岸部六地区、四百六十五個のうち、集団移転を希望する。二百六十九個の住民を、内陸部に集約し。海から三キロ離れた、玉浦西地区に、二十ヘクタールの、コンパクトシティが誕生しています。津波の避難場所や、津波の威力を弱める役割を果たす。 千年希望の丘の造成が進められています千年希望の丘は岩沼市の復興の象徴です高さ11メートルの丘は津波から逃れるための命の丘です震災の記憶を後世に伝える大切な役割を担っています岩沼市の海岸と低山堀の間に並行して15基の人工の丘の整備が進められています その距離はおよそ10キロ。15基の丘をつなぐのは、緑の堤防です。緑の堤防の高さは3メートル。平成25年に1回目の植樹祭が行われました。最終的には30万本を植樹、平成29年の完成を目指しています。岩沼臨空メガソーラー発電所が完成しました。 岩マリンクメガソーラー発電所は出力二十八点三メガワット。年間発電量は二千九百万キロワットアワーに達します。その発電量は一般家庭およそ八千世帯分の年間電力使用量に相当します。また、平成二十七年四月には売電を開始しました。 岩沼市震災伝承防災アプリが制作されました。iOS、Android 搭載のスマートフォンやタブレットで使うことができます。このソフトは ICT 情報通信技術を活用し制作されました。制作の目的は東日本大震災の伝承と防災意識の啓発を図ることにあります。 防災行政情報の通信機能を備えており避難勧告や避難指示の情報が画面に表示されますまた復興物語を選択すれば写真や音声で岩沼市の復興に向けた取り組みや観光スポットを知ることができます渡里町の被災状況を確認しましょうまず浸水域です 渡里町ではおよそ35平方キロメートルが浸水人的被害は死者が283人行方不明者4人住宅被害は前回が2389棟半壊は1150棟に及びました渡里町でも大きな被害を受けています 平成26年度、27年度に取り組まれた主な事業です。渡里町では、大谷地区の災害公営住宅整備事業が行われました。この事業は、平成27年5月に完了しています。渡里町では、仮設住宅の入居期間が2年となっており、被災者の住宅確保が早急に行われました。 事業の目的となったのは自立した生活の再建が難しい被災者に対する住宅の整備です現在、高齢者や独居世帯の住民が数多く入居しています長立荒浜保育所整備事業が行われましたこの事業は平成27年3月に完了しています荒浜地区の保育所の復旧整備と 地区の児童の保育がこの事業の目的です震災復興計画で建設地を検討さらに公共施設整備と連携を図りながら施設整備を行ってきました平成26年10月には渡り温泉鳥の海整備事業が完了しています 被災した観光複合施設、渡り温泉鳥の海の復旧整備を行い、町の交流人口の拡大を図ることがこの事業の目的です。今後、民間委託の検討も懸案事項となっています。地域資源活用総合交流施設、絆ポート渡りの建設が行われました。 この事業は震災により失われた水産センターの復旧整備そして渡り温泉鳥の海内に設置していた直売所ふれあい市場を統合し絆ポート渡りとして整備すする目的があります宮城県漁業協同組合泉南支所事務所そして独立行政法人防災科学技術研究所の 地震津波観測局者の整備が行われました宮城県漁業協同組合戦乱所事務所が整備され新商品開発による漁業の六次産業化を推進する環境が整いました独立行政法人防災科学技術研究所の地震津波観測局者も整備されました平成27年8月に 渡りふるさと夏祭りが行われました津波を免れた山車2基と姉妹都市である北海道伊達市から寄贈された2基合わせて4基の山車がパレードを彩り震災以来5年ぶりの本格開催となりました平成26年12月には常磐自動車道鳥の海パーキングエリアの整備事業が完了しています 常磐自動車道は三十二年度に四車線化を目指しています常磐自動車道鳥の海パーキングエリアの整備事業には高速道路の利用率の向上を図ろうという目的があります実施主体となったのはネクスコ東日本ですそして常磐自動車道の鳥の海スマートインターチェンジ整備事業が進められました この事業には渡里町への乗降者の増加を図ろうという目的があります事業主体は渡里町とネクスコ東日本です山本町の被災状況を確認しましょうまず浸水域です山本町ではおよそ二十四平方キロメートルが浸水人的被害は 死者が六百九十九人。行方不明者が十八人。住宅被害は二千二百十七棟が全壊。半壊は千八十五棟に及んでいます。山本町でも大きな被害を受けています。平成二十六年度、二十七年度に取り組まれた主な事業です。山本町では。 新たな中心市街地の形成が進められています平成27年度には新山下駅周辺地区新市街地行政区名をつばめの森と命名開発を進めていますその目的は新たな市街地におけるコミュニティの形成と合わせて町全体の地域コミュニティの再構築です つばめの森地区の開発面積は三十七万四千平方メートル。平成二十七年度には復興公営住宅が全戸完成。建設戸数は宅地分譲が二百一戸、復興公営住宅が三百四十六戸、合わせて五百四十七戸となっています。また新坂本駅周辺地区でも開発が進められています。 新坂本駅周辺地区の開発面積は10万3000平方メートル新坂本駅周辺地区復興公営住宅の引き渡しが開始されました宅地分譲40個復興公営住宅が72個の合わせて112個となっています 移設された山下駅と坂本駅の駅前交通広場の整備が行われています山本町の2つの駅が新しくなり交通広場の整備が行われ仙台通勤圏としての利便性が強化されました新市街地が整備されています新市街地整備の一環として平成27年度につばめの森中央公園 つばめの森大橋が整備されました山本町を内外にアピールしようとイベントが開催されていますイベントを通してさらに復興の進んだ山本町の姿を広く知ってもらおうとふれあい産業祭が開催されましたふれあい産業祭は震災後から開催されています 水産業への支援が行われています水産業では国・県・漁協などが関係機関と連携し特産品であるホッキガイを中心に本格的な創業再開に向けて支援を行いました平成26年度にはホッキガイを再開27年度には漁工施設復旧整備が完了しました スマートインターチェンジの整備が行われました平成26年度には常磐自動車道山本インターチェンジから浪江インターチェンジが開通しています合わせて山本町が要望していた山本南スマートインターチェンジの整備工事が平成27年10月から開始されています供用開始は平成29年3月の予定です 学校施設の改築改修が行われました。震災以降、山本町では災害に強い教育環境づくりのため。学校施設設備の改築改修が進められてきました。被災した山下第二小学校は燕の森地区への移転復旧が進められています。東日本大震災。 宮城県の震災被害は沿岸部ばかりではありません。内陸部でも地震による建物への被害、ライフラインの遮断など大きな被害を受けています。主な地域の復興事業をご紹介しましょう。平成26年度、27年度に取り組まれた事業です。富浦市の取り組みです。富浦市の東和総合運動公園は。 野球場やテニスコートに加え施設に通じる指導の乗り面も崩落し施設の利用者だけではなく住民の日常生活にも大きな支障をきたしました平成26年度に復旧工事が完了し土のグランドは緑鮮やかな人工芝のグランドに生まれ変わりました復旧工事後はサッカーやグランドゴルフ地域の運動会など さまざまな形で市民の皆さんに利用されています。大崎市の取り組みです。大崎市では旧郵便館の改修工事が行われています。地震でおも屋に当たるお改め所が倒壊。お改め所に付属する付属屋は壁が崩落するなどの損傷を受け。 庭園では護岸の沈下や沿路の地割れといった被害が発生したため災害復旧事業が行われています平成28年4月には建物内部の公開を再開しましたまた大崎市では災害公営住宅整備事業が行われています古川地域には4団地120個、鹿島台・宇賀沢地域には1段地45個。 田尻・沼ヌ地域には一団地五個が建設され入居が始まりました。大里町の取り組みです。大里町では吉永川支流の農業用水路に関わる河川改修を行っています。地震によって被害を受けた小津内内田前川三地区の農業用用排水路を復旧しました。 村田町の取り組みです村田町は仙台と山形を結ぶ街道の分岐点として栄えた町ですかつての面影を残す蔵が町の中心部に点在しています商人の町村田を象徴する蔵が地震で被害を被ってしまいました村田町では蔵の町並みの復旧事業が進められています平成26年度には 村田商人山商記念館などの復旧工事が行われました角田市の取り組みです角田市では市民センター角田田田園ホールの建て替えを完了しています震災で大きな被害を受けた施設が復興のシンボルとして再建されました平成27年7月の開館記念のイベントにはおよそ2000人が訪れています 丸森町の取り組みです丸盛町は福島県と隣接しており年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上となることから放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域に指定されています丸森町ではこの特措法に基づき放射線が人の健康や生活環境に及ぼす影響を減少させるため 除染実施計画を定めて放射線量低減対策を実施しています。